するしない。はい、どうも、最高位戦日本プロ麻雀協会の河野直哉です。同じく中里新奈です。そして日向英子です。おはようございます。久々揃ったね。3色揃うの久しぶりじゃない、ね、久しぶりというか、お会い久しぶり。日向家行った以来だね。ちょっと外野うるさいけどごめんね。大丈夫、説明しようか。まずお願いします、うん、ここがどこかということをね、うん、あのね、久々にね、長野にみんなに来てもらってるんだけど、これ妹の家なんですよ。ありがとうございます。ガチな妹の住んでる家なんですけど、あの、じゃあワンワンごめんね、返すね。ごめんワンワンで、ごめん。おいっ子が今ワンワン返せって泣いてたんだよね、うん、そう、カナタくんがいるんです、今日、うん、ですね。そう、カナタがいるからちょっと外野うるさいけど、うん、あんま気にしないで。いえ、もう全然いい音ですよ。ごめんね、ごめんね、来たくなったらおいでね、うん、いいよ、いつでも、いつでも参加してね。来ないね、多分ね。いえいえ。はい、さあ、というわけで、というわけではこちらのセリフでしょうね。あ、そうですか。そうですよ、何しに来たかって言うとですね、そうそうそう、はい、改めまして、せーの、出産おめでとう。ちなみに今のせーの、まじ一回も練習してなかったね。あったのすごかったよね。最近ね、ちょっとね、 AT フィールドがちょっとね、そう、今のマジでうまかったから。なんか新幹線二人でなんかね、旅行してるもん。そうもうちょっと仲良く、ちょっと仲良くなったから。ちょっと仲良く、おめでとうございます。まあ、ということで出産本当におめでとうございます。ありがとうございます。まあ、出産の話はね、後の10時間ぐらい喋れるよ、出産。あ、まだいいから、いらない、まだいいから、まだ、あと行くから。すごかった、いろいろあったから。ということで、いいね。はい、何何、失礼します。はい、来ました。おめでとう。すげえかわいいじゃん。お餅ケーキだ。そうなの。初めてもらった。ありがとうございます。あ、よかったね、初めてだったね。誰ももらってくれなかったんだけど、あ、パンパーズの S サイズ、ちょうど今でございます。ありがとうございます。ありがとうございます。あとこちら、さらに、何、あいちゃんといえばピンクのつなぎ入ってんの？まあ、中見ていただければ、ね。まあ、まあ、アイちゃんといえば。ピンクのつなぎ入ってんの？いやいや、もうアイちゃんといえばだ。アイちゃんといえばですよ。視聴者の皆さんもお持たせいただきますんで、もし。分かった、お金だ。ガチすげえんだけど。アイちゃんといえばお金でしょ。アイちゃんといえば。これは赤ちゃんにおめでとう。で、これはアイちゃん頑張ったねっていうやつでございますよね。なんだろう。え、なんだろう。待って、待って、この二個あっても。二個あっても。二個ってやつ。こういうやつね、こういうやつ。それじゃねえよ、札束じゃない。札束入ってる、束入ってる。これあれだ、ギフトのやつだ。飲みは僕はもう全部出していく。あ、おいっ子来ました。うちの可愛い子来ました。タラちゃん、これ開けよう、一緒に。何が入ってるかな。ちょっと母ちゃんの説明全くないけど、過去の映像をご覧ください。こんなに大きくなりました。タラちゃん、これプレゼントだって。なんでプレゼント届けたら来たの、あなた。あなたのじゃないよ。お金だよ。母ちゃん、向こう見てください。お金、母ちゃん、お金大好き、お金大好き。かなちゃん、お金、こっち見て。お金、母ちゃん、あそこ見て、かなちゃん。かなちゃん、お金大好き。かなちゃん、お金、え、いいんですか。スタッフが悩みに悩んだ結果、お金をくれたよ。ありがとう。ありがとうございます。ぜひ使ってください。みんなで今日この T シャツ着てね。ねー、すごい。新たな宗教始めましたけど、家族だね。あ、パパさん行っちゃうんだね。お客様なんとか行ったりで、はい、行ってらっしゃい。ゆるい映像ね、本当に。いいね、いいね。ありがとうございます。本当に大好きでお金。そしてお疲れ様でした。ありがとうございます。じゃあここから約10時間くらい喋ればいい、私が。そんなにいらない。まず陣痛が来たのが長いな。とりあえず大変だったってことは、すごい大変だった、ね、もう本当大変だった。本当大変で、もうなんかね、あの、毎日赤ちゃんと生活してるとね、もう2人のこと忘れかけてたんです。ひどい。寂しいもんだよ。このあれですよね、出産の日、うん、僕たちの最高位戦のパーティーの、そうなんですよ、めでたい日にね。そうで、あの、生まれたてっていうのを、あのパーティーが始まるちょっと前ぐらいにね、お話を聞いて、まあ、発表させていただいたんだけど、うん、ありがとうございます。なんか予定よりもちょっと早かったんだけど、そう、ちょっと早くて、あの、計画をむつをやる予定だったんですけど、普通分娩で生まれていただきました。がっつり痛かったってことですね。どうだったの、やっぱ痛みはちょっとなんか表現してほしいんだよね。全然痛い、あのね、全身の
毛穴からあのハムスター出てくるわ。分かりづらいんだけど、よく分かった。分かりづらいでしょ。辛いでしょ。鼻からスイカってよく言うじゃない。あんなもんじゃないと思う。動いてるもんだって。鼻から常にハムスターが出てくるってことね。もうなんかね、骨がきしむってこういうことだなって感じでした。でもまあ、世の中のお母さんたちはみんな経験してるからやっぱすごいなと思ったけど、ね、でもなんかみんながね、あのパーティーでほらきらびやかな衣装着てさ、司会してさ、ね、受付やってさ、当然さ、みんなキラキラしてる間に愛花踏ん張ってたわけですよね。いやでも踏ん張ってたおかげでパーティー大盛り上がるんですよ。一番の大盛り上がりだったね。思ったのは日向愛子さんですが、からクイズ形式だろ。先ほどって言って無事にみたいな感じだったもんね。ちょっと大安でね、1月7日が、うん、いい日に生まれました。よかった。元気な女の子で、あ、そう、4月7日なんだよね。そんな感じでも、もうね、あとちょっとで向こう戻るからね。そうだよね。仕事も復帰するの。あら、仕事も復帰するのするよ。だってブルーのポジションすぐ奪いに行っちゃう。いやいや、大丈夫、そんなにポジション取れてねえから、こっちも取れないねえから、大丈夫大丈夫、取った気になってないから。でもね、問題ない、それは。やっぱね、あの近くでほら、マージャンパイ触ってないと不安よ、うん、それはそうだね。モテるかなぐらい、掴めるかなみたいな。そうそうそう、こぼさないでモテるかなぐらい不安になったけど、うん、ちょっとさすがに早めにいろんな活動に復帰するために練習しなきゃなと。くさいよ、かなちゃん。さあ、というわけでちょっと愛ちゃんに聞きたいことが。何？最近ツイッターがなんか騒がしいと思いません？あのネタで今、まあ5月29日現在ですけどね、このネタで盛り上がってると思いません？M リーグ、ついに、ね、概要が発表された。ハート割れたんかどうすか。ハート割れてないよ。M リーグね、この話題を見てる、ね、見てる、だいぶ盛り上がってると思いません？今季変わったといえば、女性、全チームに必ず一人女性が入るということを決まる。なんかもうそれもさ、見た瞬間にさ、うん、ちょっと蚊帳の外感なの。え、そうなの？逆じゃないの？いや、だって長野だよ、長野でそれ見たんだよ。ママ、いやいやいや、ね、東京そうして知りたかったってこと？なんかでもね、みんなが近くでいたら、うわって思えたけど、アイコちょっとうるさいよ。ママちゃんうるさいよ、本当に。パーシーだーじゃないよ。どうなんですか、こう自分やってやるぜみたいな、入りたいぜ。いや、マジで入りたいよね。マジで入りたいけど、チンチンなさる。タイミングが良すぎるよ、カナちゃん。今ね、おばちゃんいい話してんの。カシャンするね、オッケー、カシャンします。そう、なんかね、不安な気持ちの方が大きい。うん、入れないことの方が多いから、うん、なんか、あ、また今年も1年待つのかなって思いながらやる気持ちの方が強い。でもやっぱ、ひなとさんには入ってほしいみたいなね、声もいっぱいあるからね。親族でしょ、親族。親族じゃなくても。いやいやいや、あのね、なんかね、どう思います？何が？え、今さ、どう思います？はい、あの、出産を終えたばかりの私が、入れると思います？え、でもほら、かよもりさんだってそう。あ、やだよ、別格だから。別格だ、別格だから。だって、あれじゃ神の部類じゃん、あれ。神の部類。あの、二階堂さんとか加山さんって神の部類じゃん、もう。でも、今月はでも、エムリーガーがいるわけだよね。で、今回はその確率の分母がかなり上がったから、女性枠っていうのが、うん、そうだね。そう、渋谷の枠と、パイレーツと、うん、そうね、そう、ブルブルが必ず取らなきゃいけないのが、しかも女性っていう限定が決まってるから、そうね、そうそうそう、それがやっぱプロクイーンをね、抜き取ってるのが、なんかもうね、7年前から話聞くんだよね、プロクイーンが。そうだね、出産があったわけだよね。そうか、まあ一大イベントだったからね。そうそうそう、でもね、すごい、もういつでも、え、でもあれってオファー来るもんなのかな、じゃ内緒で来んのかな。え、でも内緒なんじゃないのかな、だってその場にいない人いきなりこうなんか、いやでもどうなんだろう、やっぱドラフトの時の驚いた顔とかっていうのはやっぱ欲しいとかもあるかもしれないから、知らない人たちいるんじゃない。でもさ、選ばれないかもしれないのにさ、その会場に来てくださいっていうのもおかしな話だ。いやでも全員こ前回言ったでしょ。だから B1 と A の候補者たちは体で、だから会場いっぱいいたじゃん。カナちゃん、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 パーシー衝突事故起こしてない、大丈夫？だから、あの、一応その知らされてなくても選ばれる可能性は全然ある、うん、あるのかな、ということだと思うけど。いつまでだと思う？もうね、全国はあの呼ばれたい願望が強いのだけに、うん、どっかで
引っかかんなきゃ。でもね、もともと予定は3年以内。M リーグ発足してからってことね。いや、M リーグ立ってみて憧れてから3年だから、今から3年だね。今から3年、うん、までに正直一緒一緒、呼ばれないなら一緒、なんか一緒だもん。一緒一緒、おーおー、はるちゃん、あっち見て。一緒一緒、うん、おーおー、それはなんか飛んだけどね、うん、まあそれはそう、なんか飛んだけど、でもそういう感覚は強い、うん、でも やんない、この何年間で無理なら多分無理だと思う。もうね、干からびてる。干からびないよね。そんな年取って輝けるタイプじゃないから、本当に。そう？いや、本当本当本当。だから今が自分の中のピークってことね。今選ばれる方が一番いい、ね。今もこの、あの活動で選ばれないなら、もう多分それは魅力がなかったんだなって思うぐらい。なるほどね。思っちゃうぐらい今は不安ですね。あのドキドキワクワク不安みたいな。何パーセント自分に引っかかるかって正直思うのは、15ぐらい。15%。だってよく考えて、2000人いてさ、女性って言ってもだよ、うん、魅力的な人めちゃくちゃいるだろ、うん、ね、そう考えたらやっぱりちょっとあのライバルが多すぎるなと思う、うん、これで、ね、女子が3人ずつ入りますとかだったら、なんかいけっかなみたいになるんだけど、各チームにね、ちょっとね、なんかドキドキしてるけど、でもすごい憧れてます。なんだっけ、 M リーグのパブリック、うん、のところでいるのもすごい楽しかったけど、うん、やっぱあそこ座りたいなと思うよね。やっぱり今長野にいるからね、なかなかそういう日なったのを今どう思ってる心境っていうのは聞けなかったから、これはどうしても聞きたかった。しかもツイートしないからね、なかなか。そう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 。そうね、まあでもしづらいじゃん、なんか候補者としてはさ。なんかどう言っていいのかもちょっと分かんない。嬉しいっていう気持ちは。ツイートしてほしいなと思ってたけど、いや、それをね、なんかね、ツイートするのもね、なんかなんかおこがましいなと思ったの。だからあのマージャンウォッチが上げたのをリツイートっていうしてましたね。無難、やること無難だなって思って。まあでも気持ちは分からんでもないよね。でも呼ばれたいでしょ。もちろん呼ばれたい気持ちはあるけど、やっぱ可能性としては明らかにさ、アイコのが枠としてはもしかしたら多いかもしれない。女性は絶対だから、他のチームも男性も女性も取っていいっていうチームがある中で、女性は3枠そうね、確実だもんね。っていうのがあるから、やっぱ確率論としてはね、みんなだのが断然可能性はあるからね。俺も悔しい、その話をなんか自分が言うのは悔しいけども、選手として日向にこの話どうなのっていうのは自分も選ばれたいからね。いや、めっちゃ選ばれたいでしょ。さすがに可能性の差が違いすぎるなと今回は思うから、うん、まずはね、やっぱり日向にはなってほしいなとは思うから。え、どうしたらいいの？どこにワイル送ったらいいの？ワイル、それは大事だと思うんだよね。あれじゃ、まんじゅうの下にお金入れるやつだよね。そう、桃みたいな、ね、そう。いつでしたっけ、ドラフト。7月。7月までにはもういるんで、向こうにね、向こうにいるんで、うん、もうちょっとそういう乗りしながら臨場感でね。長野にいるとあんまりないもんね、臨場感がね。いや、もうちょっとね、子育てにはいい環境だけど、うん、現場にいない感はやっぱすごいね。だから今麻雀プロで活動してる女性の出産された方は、うん、多分こういう気持ちで何ヶ月か多分過ごされてたじゃん。そうやって新生児なんて特にね、目が離せないし、自分にとってどっちも大事なことだからね。うん、それはね、すごい思った。あ、母性ってあるんだなと思った。人って母性出ちゃうんだなと思った。うちの人は愛とかママとだと思ってるぐらいですね。でもコンさんがパパよりはなんかしっくりこない。あ、いや、いい勝負だ。いや、いい勝負。マジでいい勝負だ。いや、マジでいい勝負だ。どう？どっちが上？ほら、愛ちゃんの母性の方が上だ。車で喋ってたと一緒やもん。何かあって、ハルちゃんに振れば、大体一応の方に行ったら。大体こうなる。で、水はこう、ね。こう、まあそうだね、流れるようにどっからなんか自然界の話なんだっけ、低いところに水は流れるよね。そうね、そうね、まあ登ってかないもんね。登ってかない。まあでも今のね、日向の心境はとりあえず聞けたのはね、良かったね。良かったね。いや、もう本当頑張りたいと思ってます、うんうんうん。